健康山見つけると1個1兆円で、健康山を見つけてそれで地域活性化して、で日本の借金も返して、で日本の将来を良くするんだっていう道筋がすごく見えたんですよね。あんまり鉱物に興味があるタイプではなかったんですけど、自然って面白いみたいな、資源ってないとこれ以上生活していけなくなるのにこんなことでいいのか。工学系研究科システム創生学専攻博士2年の石田瑞希です。加藤中村安川研究室で金鉱山の研究をしています。金属資源って私たちの生活においてすごく大事で、だからこそ今日本でほとんどの人は日本は資源がない国だって、そうならってそう思ってると思うんですけど、私はその常識を壊したくて、現代の技術で探しきれていない日本に眠っている金属資源、特に金鉱山がまだまだあるはずだっていうふうに私は信じているので、たくさん金鉱山を見つけて日本をもう一度資源国にすると、それをミッションだと思ってやってます。中高の時は、まあ、今でいう SDGs みたいな、なんかそういうのを解決するためのお仕事がやりたいなって、国連とか入ったらかっこいいなとか思ってました。でもなんか東大に入ってでパラダイムシフトを起こすような、まあ、科学的な発見がこう原動力になって世界って今まで変わってきてるんだなって初めて感じて、あ、必ずしもそういう国連みたいな名前のつく機関で働かなくてもこう世界を変えるためにはいろいろ道があるんだなってことに気づいたんで、ちょっと工学部に来てみました。日本の金鉱山やるぞって思って勉強し始めて、なんか外国の現場とかも研修で連れて行っていただいたりとかして、あ、こんなに違うのかみたい なんか日本の鉱山に関する論文って1980年代90年代で止まっていて、日本はそういうなんか他の国の研究成果のフリーライダーになっちゃうんじゃないかとか、これからどんどん資源の競争って激しくなっていくのに、資源を探すための研究しなくて本当に大丈夫なんだろうかっていうのが、まあ、現状を見るとすごく危機感が湧いてきました。長く続いてる分野だからこそ、なんていうか新しい風取り入れられてなくて、イノベーションを起こせる人を求めてるのはなんか人類の営みを支えるそういう分野なんだなっていうのは、この勉強し始めてからすごく思うようになりました。ちょっと机の上どんな状態で自分が前回去ったか覚えてないんですよ。あ、私のデスクがあるのはここで、あ、でもセーラームーンのカップが置いてあるそうなんですよいやもうめちゃくちゃ好きなんですよ。もうそれ以外アニメと漫画は読みたくないっていうくらい好きで、もったいなくてちょっとしか使ってないんですけど、これ本当に使えるコンパクト、本当に使えるコンパクト、コンパクトです。敵が現れたら私も変身できるんだってこれで持ちながら思ってます。なんかこんなの配信しても大丈夫なんだろうかちょっとこれもなんか変な入れ物に入ってて申し訳ないんですけど、これは水晶で、これガーネットです。全部鉱物の名前から名前をもらってる敵キャラの人がすごくたくさんいるので、論文読む時とかに、あ、この人がここにとか、その敵キャラの人の鉱物を実際現物手に入れたりとか、すごく嬉しかったというか、それで好きだったものが結果研究にもつながったので、やっぱりやめられないなと思いましたいつか私が研究ですごく有名になった時に夢があって、セーラームーンの大人用のアクセサリーとかこういうブローチとかさりげなくつけて記者会見に挑みたいっていう野望があるんですよ。で、分かる人が見たら、あの人ガチ勢だって思ってもらえるっていうのをいつかやりたいです。東大とか来るとなんていうか安定した職業についてとか、大きい会社に入って大人になる方が幸せじゃないっていうふうに、まあ、思ってる人
人も結構いたり、なんで研究やりたいと思ったのとか、なんで博士課程行って研究者になろうと思ってるのって聞かれることがあるんですけど、なんかその答えがいやスターになりたいから、このままではやばいっていう業界なり、そういう課題みたいなのを解決するスターになりたいんですよ。